こんにちは。即科塾の久保です。ワクチンね。ワクチン受けたんですかまあ、辛いらしいじゃないですか。まあ、私はワクチン、これからも受けるつもりはないかなと思いますね。まあそもそも、得体の知れないものを体に入れるとかね、あのワクチンはこう、寄生虫が入っていて、もう見るからに気持ち悪いというところもありますんで、それから結構な、あの、ワクチン接種による死者も出ていて、体調不良じゃ済まないようなリスクもあるんですよね。 で、私はねあの何と言いますかね人に会わないんでそもそもワクチンが必要ないのとあのインフルエンザの時と同じようにワクチンって毎年毎年こうね1本から2本打たないといけないんですけどもなんかだんだんと打たなくなりますよねなぜかだからインフルエンザかかっちゃいますよね <laughs> 特に小学校中学校の時は訳も分からずになんかインフルエンザの予防接種みたいな感じで問診票ね機械的に書いて で、学校に行っったらなんか打ってみたいなことがあってあれ何だったんだろうみたいな形で今になって振り返ったらあれがインフルエンザのワクチンだったのかって分かりますけども結局あの頻度でワクチンって打つもんですから非常にねあの費用対効果も悪いかなと思いますしすごくねもうもったいないかなと思うんですよね。まあ私の場合はワクチン打つよりもまあなったらなったでいいじゃないかみたいな感じですね。 あのまあ、交通事故と似てるような感じがしますけどもうんあの車を運転する時に事故の危険ってあるわけですよ事故ったら車を壊すか、うん、人が傷つくかなるんですけどもワクチンいくら打っててももうそれは怪我もするし車は壊れちゃいますよね。まあででも任意保険ってやつで お金的にはなんとかなるかもしれませんけども、壊れたものはもう別に戻るわけでも何でもなくて、時間もロスっちゃうのは全然一緒だと思うんですよね。うん、まあそこまで理屈を合わせるもんでもないですけども、まあ仮に新型コロナウイルスかかって、新型っていうかもう旧型になってますけどね。まあ、果たしてワクチンによる死亡率よりも高いのかなと思ったら低いわけなんですよね、これが。 あ,のあれからもう2年ぐらい経つんでずっと数字を追っかけてみるとじゃあ新型コロナウイルスでお亡くなりになった方がまあこっちにねいますとちょっと明確な数字は今回避けさせてもらいますけどももうそれは数によってのね理論あの理屈がまた紛糾しますんでねでこっちではワクチンっていうのがここまあ1年弱ですかあ1年にもなってないですけどワクチンっていうのを接種するように勧められて打ってる人がいますけども ワクチンを打った後に腰体が急変してお亡くなりになった人がいます仮にあのコロナが2年ワクチンが1年だとしたらこっちのワクチンで1年の方の死亡率が私は高いと思ってるんで、うんまあ、打つ方はね自己責任っていうふうに、まあ、河野大臣が言ってたみたいに、まあ、そうすればいいと思いますけども自己責任なんだったら別にいらないかなというところありますねまあこれは人がどう感じるかなんで別に私がこうしてるからみんなもそうしてくださいとかね やってる人を批判するものではなくて、まあ、例え,言えばね、あの、車の右ハンドルに乗りますか、左ハンドルに乗りますかぐらいの差だと思いますんで、どうということはないんですけども、<laughs> まあ、私は出かけるのもめんどくさいですしね、まあ、人に会わないんで、感染することがないですよね、うん。まあ、感染したら下でね、重症化率も低いし、発生率も低いし、 どうぞ好きにしてくださいと。人間はどうせ何かで死にますというところで <laughs>、あんまり興味がないかなと。インフルエンザワクチンもいつの間にか打たなくなりますしね。打たなくなると、インフルエンザにかかる人っていうのは成人してから圧倒的に多いというね、パラドックスもありますしね。うんだから急に、この、今回の感染症に対して警戒心を燃やすのは、うんあれですね。うんもう、メディアコントロールなのかなと。私は情報があんまりないんで、 どどんなななものなのかかはね、全然わらないい、ですけども、ねはい、まあ半ば都市伝説だと思ってね、まあ、鼻で笑ってるところがありますけども、うんまあ、そうですね「億万長者合宿ね」ねなんかやるのもいいですね、うんまあ、人に会ってないわけですよ私ね会いたいとも思わないんですけども別に「億万長者合宿を」をなんかすごいハードル高めてや,やってそれでも来る人いるかどうか少ないこの再生数で。 面白そうだと思います。なんかね、逆を言って、うん、なんかこう、来ないの前提で、億万長者合宿、結局やってみたら、我々二人でいた、みたいなね。出席した人間が億万長者だった、みたいな。<laughs> で、参加者は誰もいなかった、みたいなも、面白いかなと思いますよね。うん。いや、でもなんか、億万長者合宿、ほね、二人しかいないことを想像したら、それはそれで面白いですね。なんか、カレー食って、焼肉食べて、あの、 講義はライブ放送で視聴者に向けてやるみたいなねまさにあれですよ無観客セミナー <laughs> これも面白いなと思いますよね <laughs> いや面白いななんか楽しいことばっかりですね、うん、なんかね憂いがないっていうかねなんか100%自分で生きてると何もないですねだからねまあ私じゃないんですけども 誰かと予定を組むっていうのものすごく、あ、こんなにめんどくさいことだったんだと思うんですよ。例えば明日の午後3時からどこどこで、なんか待ち合わせでミーティングですとか決まるじゃないですか。それまではなんともなかったんですけども、もう前日からね、明日かーって、何準備していこうかなとかね、髭剃ったかなとかね、服あるかなとか、靴磨いてるかなとか。んなんかね、あれですね、早く行かないととか、混んでないかなとか、雨降らないかな。 これはね自分のフィールドがねこれだけ狭まるとそれから出かける時ってノープランでで出かけるんですよそれこそ何時に行くとかじゃなくって行こっかみたいな感じですよね時計なんて見ないですねもうねもう起きたら始まって眠くなったら終わるみたいなまあせいぜい私の時計っていうと大和くんがご飯を食べる眠くなるそんな感じですかねなんか こういった時計誰のために作られてるんだろうこれこそ支配の道具ではなかろうかと思っちゃったりする私でございますけどねまあ、今日も一日よろしくお願いします11月28日が始まりますいってらっしゃい